長すぎて動けない。行くぞ。なあアルミン、今森の奥で何かやってる。あの女型の巨人を捕獲する。エルヴィン団長の狙いは、壁を壊そうとした巨人は、そしてさらに、か、おう、無事だったか。あっちはどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が罠に。それにしてもトロストクが襲撃されたとき、ボールローゼを塞ぐ打ち飛び、おそらく、と、つまり、エレンが巨人に。ってことは、つまり、エレンの巨人化をあの場所で見、だからこそ、この作戦を一部の兵にしか教えなくたが、だとしても釈然としねえ。もう少しくらい、多くの兵に作戦を教えておく。ああ、最初からそうしておけば、犠牲は少なくて済んだはずだろ。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。だけど、選択。団長は100人の仲間の命を切り捨てて、壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど、確信している。何かを変えることのできる人、化け物をもしのぐ必要にせ、何も捨てることができない人には。我々の任務は、この巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ、発見次第駆逐せよ。逃がしませんわ。ここで巨人を食い止めろだと、ふざけた命令しやがって。じゃあ、それじゃあどうするの。どうするって、それは命令に従うな。お前もそうするべきだと思うんだろ。行きますわよ。救援要請だ。はい、数が高くてよ。はっ、やっ、はっ、クリスタ、そこで何やってんだ。はい、ここに迎撃用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。高くてよ。
を盾になって。これじゃ誰の役にも立てない。ここに拠点を作りましたよ。あの縁談、助けが必要だな。ガラーフレッシュよ。しているな。ガラーフレッシュも。いただきますよ。次はどなた？すぐ助けねえと。間に合ってくれ。ここに拠点をこさえなきゃならねえってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。ごめんなさいね。
そろ準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。じゃあ、うん、講師は駆逐できたな。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部機甲士だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。遅いですよ。ガラフレッシュよ。いただきます。
次はどなた？仲間とはぐれちまったみたいだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。いただきますわ。あそこで交戦中か。加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。弱っちですね。ついたようですね。おかげで命拾いしたよ。A型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないな。ぶっ倒して差し上げます。ナナダさん、あそこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。はっ、
わな。一人じゃ分が悪そうだ。あの叫び声、巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけだ。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないのか。なぜ。分隊長、考えるのは後にしましょう。森は立体軌道に有利だが、機体が停電される。慎重に進もう。次はどなた。無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。厄介な状況だな。このままじゃ目方が食い尽くされるぞ。逃げ、新手の巨人は近づいてる。こう巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。拠点をお願いしても。ミケさん、こいつらを全部倒すのはさすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。いつどの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。ここに拠点を作りますよ。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消すると。
審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。帰った後で考えよう。俺の班を呼んでくる。待て、リヴァイ。時間が惜しい。命令だ、従え。了解だ、エルヴィ。お前の判断。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。総員撤退だ。また来てくれよな。油断は禁物だ。はい。はい。
Yeah.